りあえず。はい。まだ始めなくていいですけど、リハーサルです。まあいいんじゃないですか。ほんまに。ちょっと待って。今ひーちゃん着替えてきます。ちょっとバイクとのバランス見たいんで、ちょっといい。え、全然私韓国語歌えないですよ。ちょっとね、ちょっとスミダムニダって。スミニダって。大丈夫か？おいで。チンディちゃん。チンディちゃまちゃま。ちゃま。お、もう配信になってる。GoPro も届めめちゃん、もう一応配信流しちゃってるからさ、これもそのまんま、このまんま流れてる。ヨウちゃんドラムできないんだけど、いつだったら。これもだってめめチャンネル垂れ流し配信だわ。垂れ流し配信。確かに。そうそれで後々やめて、いけって忘れちゃうんだよね、配信してると。わかります。なんかね、楽しくなっちゃうとね。わかります、わかります。意外とまずい話。そう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 。今どうしよう、瀬戸。うん、どうしましょう。今日ちょっとアイミスユーがちょっと書いたやつ忘れちゃって、ちょっと GoPro でも別に撮りますんで。GoPro でも別に撮ります。遅れて聞こえるよ。でも遅れて聞こえるやつも拾っちゃうよ。あ、こっちは消します。そうしたらこっちはさ、こっちは聞いてるだけだから。マイク、マイク触んない、触んないね。ミュートにしとくの。メメちゃんも照明、あ、照明大丈夫だね、これなら。照明なくて大丈夫。どうですか？全然見えない。心理しちゃダメ。Thank you.
いろんなもん揃えたんだよ、君。すごいでしょ。つうか、ようちゃんの路上ライブを撮ろうと思ってかも。やめて、私は。俺の夢なんだけど、ダメなんすか。マイクどっか飛んでちゃうから、緊張しすぎて。無理、もう想定外。私行かない。軍従ベルじゃない。何がいいかな。シンリちゃん、ちゃんと座ってないと連れてこれないよ。もうちょっといいの？調整の仕方、あ、こうか。座って。ママの膝。ちゃんと座ってて。どのこれどこがいいんだろうな。あ、シンデレラ最初かな。シンデレラ行っちゃいます。あ、やべ、めめちゃんが映ってない。そうなんかね、誰あ、いいね、いいね、いいね、映ってる。いいよ。もうちょっとあれかな、どうかな。顔は、あ、でもそこ、あ、超えたら先生が映らなくなってる。こうやって撮ると先生がね、ちょっと映んないんだよ。めめちゃんメインでいいっすよ。待って、なんだよ。そんなことないですよ。降りる。降りない。もうこれからやるんだってば。シンリちゃん。あ、シンリ助けて。そういうもんだから。シンリ。なんか全体的になんか今日すごい日。雨すごい。花火見れない。今日すごいよね、めめちゃん。今日めめちゃん占い的にどうだったの？今日は全然何も考えてないですね。なんでこういう日に。でもまあもうだいぶ前からね、決まってたんでね。さすがじゃ、なんかその運勢悪かったの？え、本当ですか？全然。一番ビジだったな。だけどさ、めめちゃん今までね、めめチャンネルはこういう逆境なんともないっすよ。めめチャンネルはもうなんかあの、そういうの関係ない。関係ないんで。そう、さあ、いや本当にこの角度だと先生が全く映らないんだ。ひーちゃんはガチ映りで真ん中にいるけど。いい。標準で 5.3。 すごい、こんなに上げるやついる？確かに。こんなこんなマイクじゃん。だってさ、ここなのよ。あの携帯だから。ママだよ絶対。誰は誰だ？飛行機モードにしてる？あ、飛行機モードにしますね。電話来た時に。あ、俺のやつ飛行機モードにしてない。そんなこと言われてもいじれないよ。じゃあ。またこれ、夏くん帰ってきたりとかするけど、適当でいいか。適当で、ちょっと待ってね。MC とかもやります。MC? おうおう。ここで MC 入れて。あ、来た。そうですね。はい、ちゃんと閉めて、もう音が出るからね。じゃあシンデレラボーイから密着しないで。違う違う違う、ちょっとちゃんと押してから、そう回すの。もっとそうですね。うん、いいよいいよ、はい、オッケー。はい、了解だ。ちょっとどいて。はい、パンパンしないよ。
じゃわかっていても心が追いつかないからだわ。シンプルなのね、男ならなおさらね。ああ夜な夜なゆらゆらいても、未だに君が一番最大で大好きだった。なんでかな、ムカつくわ。もう忘れちゃいたいのに、ずっと傷つけられてばっかだったのに。シンデレラフォレッジを回って、腕の中で私を泣かさないで、気づかないふりをしてそのままつけるタバコが大嫌い。それはそのままでいいから。翌日にかけた8時散らかった。部屋には一人、また体許してしまったの。あなたがいなくなっても、私は平気そうです。連絡はたまにするね、意地悪くらいさせてよね。そうしたいさ、ちゃんと次は上手につかなきゃね。聞いてないかな。なんかちょっとなんかダンスやめて。楽の高さこれ大丈夫、高さは大丈夫です。なんか高すぎるんですと思うんですけど、すごいやりやすい。あ、そうか。そしたらこれこっちとか、なんかそしたらひーちゃんこっちが、あなんかどっちかに向く、なんか真正面じゃなくって、あーあああ来ては手を愛してもないのに、瞳の中私を捕まえてて気づかないふり。あ、変わっても変わりました。ふりをしてそのまま騙されてあげていたのなんで。エコーが何種類かあるの、はい、どれがいいですかね。あ、でもだいぶ歌いやすくなりました。ナーツどう？でもちょっとあんま違いわかんないですね。はい。ナーツ本当にそれやめて。これは？シンデレラボレッジを回って船の、あ、なんかちょっと私わかんないんですけど、どれがいいんだろう。はい、なんか全然さっきよりか声がちゃんと聞こえ
こえる。はい。何がいいかな。じゃあ。なぜ本当にどんどんしない。とりあえず大体ね、1曲ずつ収録してこっかな、じゃあね。あ、そうですね。じゃあ2人の世界行きます。あ、やばい。あの機内モードにしてるから全然。逆に。ロちゃん、そちらの方は問題ないですか。ありがとうございます。さっきと変わりません。カメラマンのよ。すいません、よろしくお願いします。はい、こっちも録画入ってるからね。何の配信ですか。配信される。ここでは違う、YouTube 用。おかえりなさいのハグ、おやすみなさいのキス、まだ眠たくないのセックス。お風呂から上がったら少し匂いを嗅がせて、まだタバコは吸わないで赤いワインを飲もう。悲しみだけまだこんな恋はしてない。あなたの声だったり笑い方が好き。あまり優しくないし仕事ばかりだけれど、この前二人で見に行ったライオンの赤ちゃん、いつになったら私のことを嫌いになってくれるかな。そんなことばかり考えている私はちょっとずるいから、さよならって言わないでっていうくせに、いつも私がさよならをつけるのにね。自己中心的に進む恋愛とその先の不安が混ざり合って抱き合って暇がある。それは不幸だ、それは中高だ、それは低高度。私が教えたギターは今どんな感じ。私あなたがいつもコンビニで買うコーヒーは分かってたつもりなのに、間違えちゃったことがショックで今日は寝れないみたい。いつになったら私のことを嫌いになってくれるかな。そんなことばかり考えている私はちょっとずるいかな。大好きだって言わずの今にうなずいて、知ってるって笑うのよ。そのシワシワな笑顔とかずれた声のある生活に満たされて幸せで暇がある。嫌いなわけじゃないのよ。私だってよくわからないな、なぜ泣いているのか。いつになっても私のことを好きでいてほしいけど、そんなわがままばかり言う私はちょっとずるいから、ダメかな、嫌かな。
りでした。あいみょんさんの2人の世界、この間の散っちゃったね、あの散りましたよ、ね、風で、はい、こっちはずっと配信もしてる、ずっと流してる、こっちは GoPro で、はい、じゃあ後で編集を、はい、今日は止めてあります、はい、次行きますもん、YouTube はずっと流れてるわけです、 YouTube は流れてます、はい、何します？あ、了解です。なんかでもやっぱ路上じゃないとなんか落ち着いてできますね。なんだろう。路上はいつもなんか妙な緊張感漂ってますよね。いつも。ママ、うんち入れる。うんち。時間何分までだっけ？7時15分。あ、じゃあ大丈夫だね。よし。待ってくださいね。歌詞はね覚えられないんですよ。セリフは覚えられるんですけどね、歌詞が全く覚えられないんですよね。皆さんどうやって歌詞を覚えてるんでしょうか。はい、ズルします。はい、あ、これもう最初からですね。なんかバッテリー低下。いいの、触らんで。何が何？ちょっと触らんで、今もう歌うから。はい。はい。I'm not afraid to die.
の手を繋いでるのを見たら指を食いちぎるわ。足を引き裂き歩かせやしない、唇を脱い私だけのキスを味わえばどこかおかしいですか。好きすぎてあなたが欲しすぎてね、どうしてそばに来てくれ。ちょっと待ってくださいね。ここでいいかな。はい。うさそうですか。はい。わだつみいいですか。うん、大丈夫。わだつみの木を歌います。はい。赤く錆びた月の夜に小さな船を浮かべましょう。薄い透明な風は
足の足が海の底を捉えて砂に触れた頃、長い6月2日花火大会横浜めめ子だったんです、めめ会だったんですけど、今日は花火大会が中止になるぐらいの嵐でございます。超絶台風、もうびしょびしょみんな本当はね路上ライブしようと思ってたんですけど、今日は路上ライブができないので急遽スタジオで YouTube ライブになりました。ちゃんと歌えてたかな、ようちゃんちゃんと歌えてた。いやなんか全然やっぱ違いますね。ねえねえ落ち着く。なんか確かに歌うのにちょっとなんかこう世界観っていうか、まあこうね、なんか路上ライブはもうこうなんか環境に圧倒されてる感じなんですけど、こっちだとなんか歌の方になんかなんとなく入れるっていうところはあるかもしれない。それはありますね。皆さん見てる？見てる人いる？いますいます。あ、そうなんよ、奇特な人だねこんな時間にまだ収録入れます、なんかなんか買います、大丈夫？ OK、 なんかやりたいのあります？即席やりますよ、即席いつやってくれんの歌ってみます。いっぱいにつけるよ、ようちゃんやってたらハートのエフェクトとかいろんなの。じゃあ一部だけあの歌詞覚えてるから、これアイミス歌っちゃいます。角度ちょっとめめちゃんこややこっち向きで歌いたりする。ちょっとこっちから撮りたいな次。いいかもいいかも、そしたら。うん、これでいい？あ、いい感じ。先生も入ってめちゃくちゃいいっすね。いい感じ。
あ、いい、ダメ、いっぱい、い、い、一曲いける。一番だけですよ、これ。あの、二番歌詞わかんないから。はい。I Miss You っていうトッケビっていうドラマ、韓国ドラマの、ヨウちゃんが大好きな韓国ドラマの挿入歌ですね。はい。바라보며자꾸눈물이나는건왠지몰라도털고털어내게오고있었나요미해지지않는그사람 I love you, love you.And I miss you, miss you. 나의운명이사랑一番しか歌詞がわかんない。でも一番は歌詞を覚えた。バッチリだな。こっちの価格めちゃくちゃいいね。俺なんで最近気がつかなかったんだよ。ごめんなさい。心のそばにやっちゃいます。じゃあ、夏くん一回行く。あ、食べちゃいけないのか。歌詞。これ終わったらにしよう。ここで食べちゃダメなんだ。ちょっと私はこれは声が聞こえてるかわかんないですけど、ちょっと、とりあえず。じゃあ、外で食べる。はい。せっかくなんで。せっかくスタジオなんで。私ももちろん私はね、これそう、あの高すぎてすいませんね、なんか突然こういうね、なんかね、本当にいつもちょっと待ってくださいね、文字がちっちゃくですね。はい。ちょっと水一瞬飲んでいいですか。きっとはい、じゃあ、あの適当にもう予想外の
心のそばにでした。そう、私もすぐ忘れちゃう。そんな感じです。よいしょ。そんな感じです。配信終わりにします？あ、そうですね。そうだ。片付けなきゃいけないんで。皆さんありがとうございました。またやりましょうね。はい、ありがとうございます。バイバーイ。ドンしない。